春菜愛さん、経営する店で子ども食堂、貧困家庭の子どもに無料提供。都内で昨年3月、貧困家庭の子どもに無料で食事を提供する子ども食堂を始めました。私が経営する鉄板焼き店で、スタッフが2ヶ月に1回くらい、週末に開催し、お好み焼きやサイコロステーキなどを振る舞っています。普段はなかなか外食できない子が、笑顔で食べていた、と聞くと、嬉しいですね。育児ノイローゼの母親が、誰にも助けを求められないまま子供を虐待したり、食事を与えずに子供が衰弱死したり、そんな悲しいニュースに接するたびに、何かできないかと思っていました。私が、育った家庭も豊かでは、ありませんでした。自宅は大阪の下町の市営団地。電気やガスが止められることもたびたびありました。缶詰のツナと白菜をすき焼き風に調理したおかずが晩ご飯のごちそうでした。苦労はしましたが、温かい近所付き合いがあったので、不幸ではなかったです。作りすぎたさつまいもの天ぷらを持ってきてくれたおばちゃんをはじめ、たくさんの大人に出会えたことが、今の自分を作っていると思います。向かい合って、美味しいものを一緒に食べると、楽しい気持ちになれます。子ども食堂を、複雑な家庭の事情を抱える子どもや大人が、気軽に参加できる場にしたいですね。子ども食堂を増やすために、運営や寄付集めの仕組み作りが、進むことを願っています。